はい、皆さんこんにちは。メナです。タカです。エレキブロークです。私たちはこのクリスマスにドイツに行きまーす。ウォホー。意外と5年ぶりです。まあドイツに行くのが半年ぶり。夏に行きましたからね。ゴールデンウィークの時期に今年は行きましたから、ドイツ。3年ぶりにドイツに行ってすごい楽しかったけど、うん、そう。クリスマスの時期にもう5年間帰れてなくて、今年こそ行きたいということで。夏ゴールデンウィーク行った時の帰りの空港でレナのお母さんと約束しましたので、クリスマスに戻ってくるよねって。はいと言ってしまいましたので。タカがね、そう。行かなければならないということで。そのお祝いでこの特別な宮崎牛をいただきまして、今からしゃぶしゃぶを食べながら皆さんと一緒にいろいろドイツについて話したいと思います。たらー、準備できましたよ。すごいお肉。まあこのお肉めちゃめちゃすごいよ。宮崎牛すごい、めっちゃいいサシが入ってる。ローススライスの 500g になってるんですけど、食べれないよねよこれ。めちゃくちゃ美味しそう。これをしゃぶしゃぶにしていきたいと思います。そうお祝いですので。ではではでは、待てないよタカ。野菜もだいぶしんなりしてきたね。そうもう食べれるじゃない。あんなにでかいお肉だから。すごくない本当に。しゃぶしゃぶできるか自信がない。もったいないよこんなこんな高級なお肉。見てこれ、1枚がでか。ではでは、このめっちゃでかいお肉をしゃぶしゃぶしましょうか。でかい1枚が。これ半分に切ったらいいんじゃない、包丁で。まずもうなんかすごい大きいよ。できないかもしれない。あ、いけた。いけた。すごいよこれ。あ、そうだね、ちゃんとつけて火を。うわ、美味しそう。しゃぶ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 、うまそう。やば、これ見て。もう一瞬、もういけるじゃない。もい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 、はい、はい、ありがとう。うわ、うまそう。お、ではではいただきます。でしょうね。私たちはポン酢で食べようと思ってます。シンプルにポン酢で。一番最初はもう本当にお肉だけを食べていただきます。いただきます。うん、溶けてる。うんま、うんま、すごいね。めちゃめちゃ高級レストランでしか食べたことない味は家で食べれるなんて、うん、これマジでうまいね。溶けてるけどちゃんと食感もあるから、こう歯ごたえがあって。甘くない？しかも油、ね、油がすごいんだけど全然。何、一気に食べたの。もったいな。だってあんないっぱいあるからまだ。私一口しか食べてないよ。うわ、これめちゃくちゃ美味しいわ本当に。ちょうだい、no? まだいっぱいあるからいいじゃん、mm-hmm. ちょうだい、no? 抜群にうまい本当に、うん、本当に甘いね。サシがすごかったもんね。本当に噛めば噛むほどなんか飲み込むのもったいないぐらい、こう口の中にずっとこう甘い香りをこう残しておく。まあ3秒で飲み込んだ人に言われたくない。すぐ飲んじゃったけど。でこの肉の味がしっかりしてるからポン酢でさっぱりがいいかもね、うん、うまっ。次は野菜と一緒に食べる。うん、2枚目。 Are you ready? 本当に重たいよ。1枚ずつ 80g とかあると思うよ。それ2枚くっついてない？大丈夫？本当？はい、どうぞ。全部1枚だよ。それもらったら俺自分でしゃぶしゃぶするわ、こっちで。はい、じゃあしゃぶしゃぶしてください、はい、多分これも。あ、待って待って、見て、これもタカの分だよ。おい、自分の方に持ってたね、それ。できましたよ。な、すぐにできる。よし、これぐらいかな。やばっ、もうとろとろだもん。おい、ネギと一緒に食べようかな。ネギと、あれ買ったよ、白菜、エリンギと、あとは玉ねぎ、しめじと、あとは白菜、あと人参。ちなみに昆布だしです。僕たち昆布だしで食べてます。そう。いただきます。野菜。うん。野菜。それはそうでしょう。うん。だから一気に食べんなと言ったでしょ。口いっぱいに幸せが広がってる。
よかった。うわ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 、ここ幸せだもん、うん、ここ幸せなの、うん、ここだけめちゃくちゃ美味しい。うん、ちょ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 、何を持とうとしてるの。ダメ、私の分まだいっぱいあるよ、私の分。うん、あ、野菜と一緒にお肉とポン酢で美味しい。ポン酢めちゃくちゃ美味しいよね。うん、さっぱりして、肉の甘さとポン酢の酸っぱさがこうめちゃくちゃよく絡み合って美味しい。うん、本当に野菜と一緒に食べると美味しい。まあ何、熱っ菜箸熱っ、これ何、トラップ、トラップ、ここに乗っけといて俺が次肉食べるなと思ってトラップした。熱っ、たかが食べれないように。ちなみにこの宮崎牛って初めて知ったんだけど、はい、4年連続内閣総理大臣賞受賞っていう、一番いい肉ということですか。そう、いろんな地域のお肉がめっちゃ有名になってるんですよね。あるもんね日本全国有名なね、和牛とかってあるもんね。でも宮崎牛ってみんな聞いたことあるじゃん。あ、そう、聞いたことあるよ。す、何何何何、半分って言ってた。これ俺、え、あ、そうなの。そう、言ってましたよ。でこれが通販で買えるってすごいよくない。そうだから、まあ私たち今まで高級のお肉はレストランで食べたりすることがあったけど、うん、家で食べたことないよ。だってこれお店でこれ出てきたらさ、1人3万円とかのコースでしょ、このお肉。もっとするか、するでしょ。それが気軽にこの家で通販で買えるってすごいよね。ね、ちなみにこの宮崎牛がネットで宮畜オンラインっていうサイトで買えます。その通販サイトのリンクは概要欄に載っけておきます。ちなみに動画も作ってて、この宮崎牛を紹介する動画めっちゃ面白いよ。すごいなんかトンチの効いたすごい面白いんで、ここで言っちゃうとネタバレになっちゃうんで、ぜひ概要欄にリンク貼っとくので、1分ぐらいの動画なんですけど、ぜひ見てみてください。すごい面白い。世界のお肉って感じだね。そう、この美味しいしゃぶしゃぶ、うん、はドイツに食べれないよね、さすがに。そう、ドイツでは食べないだからお父さんとお母さんに食べさせたいね。あ、この抜群に美味しいさ、ね、日本の和牛、宮崎牛持ってけないもんね。さすがにそれは残念ながら、ちょっとあの冷凍のものは持っていけないし、お肉は多分アウトだと思うよ。これ多分両親食べたら多分たまげると思うよ、うん、こんな美味しいお肉食べたことないと思うよ、うん、日本人だろ、俺でも食べたことないもんね。めちゃくちゃ美味しい。でも他にいろんな美味しい食べ物がありますよ。ドイツに、ドイツに行った時にもう食べたいリストがあって。ありますね、食べたいものリストで。特に今はクリスマスで買えるから、まあクリスマスクッキーだったり、うん、ブルーワイン、そのホットワインとか。クリスマスクッキー作るって言ったもんね、家でママと一緒に。ぜひそれもね動画にしたいと思います、うんうんうん、クリスマスクッキーどんな感じで作ってるか、どれぐらいのボリューム作るのか、あのすごいよボリューム。クリスマスツリー、本物のクリスマスツリーがあって、すごいよ。そうそう、本当のツリーだからね。本当になんか木を多分バッサリ切ってきて、なんか日本のさ、プラスチックの偽物のツリーとかじゃなくて、うん、本物の木だもんね。しかもすっごい大きいし、でそこにデコレーションして、その下に交換用のプレゼントを置いて。そうそうそう、もうだいぶ買いましたよ今年、私の両親にあげるプレゼント。あ、買ったね。めちゃめちゃ最近な、あ、これも私の両親が喜ぶだろう、うん、あれも私の両親が喜ぶだろう、いろいろ買って、なんかそういったプレゼント交換をするのがめっちゃ楽しみ。うん、肉いらないの。おい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 、何走ってもらっていいか、ここで何、片付けしてる間に俺がね、肉なくなるよ帰ってきた時に。いやいやいや、そう、私の両親絶対にこれ喜ぶよ。で動画的にも絶対に面白いと思うね。ね、日本の最高級な和牛をドイツ人に食べさせてみたっていう、いい動画のネタだ ね, ね。で私の両親本当に人気があったので。そうだね、前回ドイツ行った時めっちゃ喜んでたレナのお母さんとお父さん大人気だったもんね。あのウイスキーを飲んだり、うん、カップラーメンを食べたり、うん、レトルトカレーを食べたり、いろいろ動画のネタで付き合ってくれて、いろんなコメントをしてくれて、うん、めちゃめちゃ人気あったよね。喜んでたよね両親も。そう、自分たちが出た動画がさ再生回数伸びるからさ、でコメントも多いじゃん。今回もね楽しみにしてるよ。
そう、またいろいろ一緒に動画撮るよっていうことはもう企画中で、うん、どんな動画を皆さん撮ってほしいですか、レナの両親と。あ、そうだね、アイディアがあれば早速取り込んで皆さんの見たい動画を撮りたいと思います。うん、いろんなインタビューのテーマとかもあるから教えてください、何を見たいか。でちょうどなんかクリスマスシーズンにいるから、うん、そういったドイツのクリスマスのいろんな、まあ、お正月とかそういったこと全部、うん、そうね、ドイツのクリスマスって日本のクリスマスとはやっぱ違うもんね。全然全然違う。逆にお正月はお正月で日本のお正月とまた全然違うもんね。お正月は、うん、ハイデルベルクに行って、うん、何を食べようとしてるの皆さんも説明して、その間にこうお肉があるから、お肉食べないでください。あのお正月はハイデルベルグに行って、そこに友達と一緒にお正月パーティーをしたり、あとクリスマスマーケットとかにも行けたら行きたいなとは思いましたので、いろんな企画は今してて楽しみにしてます。で私はちなみに1ヶ月ぐらい行くんですけど、そうだね、まあ、もちろん1ヶ月休みにくいというか僕は2週間ちょっと、なんか良かったことにタカの会社も休みが取れて、そうね、僕が、まあ、ドイツ人のレナと結婚してるってことも会社のみんな知ってるからそこの理解はねすごくあった。よかったね、クリスマスだから行ってきなっていう優しい会社なんですよ。いや本当になんか日本人で2週間も休める人なかなかいないよね。あまり聞いたことないよ、まあ、レアケースかもしれない、うん、すごい。あと僕自分が1回始めるともう他の人の意見聞かないから会社のことも諦めてるかもしれないこいつを引き止めても無駄だっていうそういうこと。でも本当に理解のある会社でね、ありがたいですよ、ね。まあ、飛行機が高い問題で行けないこともあって、飛行機すっごい今値段上がってるんですよ皆さん。もう僕飛行機25万円ぐらいですよ信じられないよ本当だってさ、しかも直行便じゃないからね。そう、東京成田発でドバイ経由してミュンヘンっていう乗り継ぎでその値段ですから信じられないよ。すっごい高い。まあ私の両親に約束したことと、うん、またいろんな動画を撮りたいということと、うん、まあ、クリスマス5年間帰ってないということが全部重ねてきたので、うん、まあ今回はそのこのお金を使って飛ぶということになったけど、普通の人はなかなか、そうなかなか俺無理だと思うねえ。普通にどっか遊びに行きたいなっていう感覚で飛行機25万2人で50万でしょ。無理無理無理。誰がそれをするの。レナの里帰りとかさ、 YouTube の撮影とかも込み込みで考えれるから僕らはまだいけるけど、だからドイツの動画皆さん見てください。そう本当にもうこれから海外皆さんが海外旅行の動画をいっぱい見てくれればくれるほど僕たちは行きやすくなるので、そうですね、皆さんのサポートでまた次のどこかに行けるので、たくさんたくさん動画を見てみてください。ドイツの入国はちなみにもう何にもない。え、そう、 PCR もいらないし、ワクチンもいらないの。ワクチンもいらないらしい。じゃあ最後のお肉、仲良くこれ半分ずつにした方がいい。最初にの、いいよそのままなんかすっごいなんか綺麗じゃなくなったね。これレナの。何をやってるの、はい、これレナの、はい、どうぞ。これ俺のアンペアな気がしますよ体の大きさが違うからね、まずあ全部入れる、一気にもう一気に出て、はい、食べきっちゃいましたね。結局まだあるよ、真ん中のところ取っていいよ。優しいね。たまにはカメラが、カメラが、カメラがオンの時は優しいね。そうそうそう、カメラ今オンで分かったら全部俺食べてたよ。そうそう、皆さん分からないかもしれないけど私の苦労違うよ、俺の苦労だよカメラ回ってない時もっとレナはひどいよ皆さん一回僕らの家に合宿に来てくださいレナの鬼嫁ぶりがどれぐらいか分かりますよ。かわいそうにそう、どれぐらい僕が肩身狭い思いしてるか。いや、あの皆さんがびっくりするかもしれないけど私たちはカメラがあってもなくても結構一緒だよ、うん、まあ変わんないねよく言われるけど私たちの両親とか友達にもなんか一緒だなって、うん、あ、まあ確かにねいや本当に美味しかったね。これ美味しかった、ペロッと食べちゃいました。だってあんな野菜もいっぱいあってさ、こんなお肉もいっぱいあったのにさ、皿に全部食べれちゃいましたからね2人で、ね、よく言われますよ。ああ私たちは食べ過ぎ、よく言われますよレナさん食べ過ぎと動画の中でまだ食べるんですか、デザートそんな食べるんですか。あ、そうだね、デザートは何よく言われ、あ、でもクッキー作ってちゃう。あ、そうだね、レナ今ねクッキーを焼いてるんですよ。レナさん、皆さんデコレーションが気づきましたか。ここもあのハッピーホリデーって書いてあるし、後ろにここにこう
サンタのブーツがかかってるよ、ここに。クリスマスシーズン到来しました。私たちの家にも。今日朝起きたらびっくりしたよ。レナがいろんなものをタンスから引き出してきて、そうだよ、デコレーション始めてたから、うん、いや本当に今年のクリスマスはめちゃめちゃ楽しみにしてて、ね、で皆さんといろいろシェアしたいので、楽しみにしてください。ドイツの動画はいつぐらいだろうね。年末もしくは年明けぐらいからかな。そうだね、すぐ行って動画は撮るけど編集にやっぱ時間かかるんで。でもライブはできるかもね、年内に、うん、ドイツからのライブ、ライブは必ずドイツで1回やりたいです。ぜひ皆さんドイツからのライブとドイツの動画のコンテンツお楽しみにしてください。ここでこの動画は終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。